お疲れ様です。小道具です。今回紹介するのはこちら、プロッターのボールペンです。プロッターといえばバインダーやノートといった印象を私は持っているんですが、最近なぜか私の周り、特に SNS ではボールペンが結構露出しているんですよね。目にする頻度が増えるに従い、だんだん気になってきて、うっかり購入してしまいました。プロッターは1950年創業の東京恵比寿に本社を置く株式会社デザインフィルのブランドです。デザインフィルはライフタイムデザイン事業としてステーショナリーブランドをいくつも保有しています。有名どころで言うと、1950年に便箋封筒の生産から始まった文房具ブランドミドリア、2006年に誕生したトラベラーズノートで有名なトラベラーズカンパニーでしょうか。さて、プロッターは想像力で未来を切り開く人のために生まれたブランド。プロッターというのは計画する人、主催する人、構想する人を表す言葉です。プロッターは様々な素材や技術を用いて、クリエイター、コンセプター、起業家、経営者、研究者、職人など、あらゆるクリエイティブワークを楽しむ人、つまり未来を計画する人や変化を生み出す人のためのツールを展開しています。想像力を生み出すパートナーとして、プロッターブランドはシンプルなアナログの道具にこだわり続けています。それでは箱を開けてみましょう。コンパクトながらおしゃれな化粧箱ですね。プロッターボールポイントペン 0.5 ミリツイストボールポイントペンの表示、右上にはナンバー2001の印字。両サイドにプロッターのロゴマークがあります。未来を切り開くという意味で、方角を示す羅針盤、コンパスをモチーフにしているようですね。それでは、開けてみます。英語と日本語の取扱説明書、兼保証書。こちらは、プロッターナンバー2001回転繰り出し式ボールペンです。カラーバリエーションはゴールド、マットブラック、シルバーの3色展開。私はマットブラックかゴールドで迷った末、気分を変えて派手めのゴールドを選択。かつて人が絵を描き始めた道具が一本の棒であったように、限りなくシンプルな筆記具の原点をイメージし生まれたというプロッターのボールペン。触れて掴んで味わうペンとされています。ところでこのペンは何と呼べばいいんですかね。 0.5 ミリツイストボールポイントペン、それともナンバー2001ボールポイントペン回転繰り出し式ボールペンというのが正式名なのかな。アマゾンの謎ペンブランドもそうなんですけど、できたらシリーズ名あるいはモデル名をつけてほしいですね。モデル名があることで愛着がさらに増す気がするのは私だけでしょうか。ではデザインを見ていきましょう。目を引くのは真鍮むき出しの黄金の輝きと、全身に刻まれた幾何学的なダイヤ模様のローレット加工。通常はローレット加工はグリップ部分にのみ施されることが多く、ここまで全体に施すペンは珍しいです。加工コストがかかりますからね。あまりやらないでしょうね。デザインを見ていきましょう。無垢の真鍮削り出しといった口金は軸と一体型になっています。先端のカーブが美しい。シンプルなストレート軸。プロッターのボールペンはメイドインジャパン、日本国内の熟練工場で
一本一本丁寧に作り込まれています。ご覧の通り軸全体にローレット加工が施されています。軸中央のつなぎ目は若干隙間があるように見えますね。プロッターのロゴの入ったクリップはスチール製。後ろに重心が来ないように薄いシンプルなクリップにしたんでしょうか。自然に目が行く転換には中央から同心円状に湧き立つスピンヘアラインの加工。美しい。ペン全体にローレットを施すことで、どこをどのように持ってもローレットの感触を楽しむことができます。筆記時だけでなく、ペンを拾い上げるときも、ツイストしてペン先を繰り出すときも、何気なくペンと戯れるときも、ローレットの感触を楽しむことができます。それではスペックを見てみましょう。まずは重量から。重量は 30.2g。 細いのに重い。次に長さを計測します。とその前にペン先の樹脂玉を取りましょう。そう、まだ使ってないんです。長さは 142.7mm です。標準的な長さですね。次に軸径を計測します。軸径は 8.9mm、 細っ。体感はもっと太いんですけど、実際は細いです。中央部もキャップ部も 8.9mm、 完全なストレート軸。次に重心の位置を見てみましょう。重心位置はペン先から 67.2mm。 おお、低重心ですね。中央よりも気持ち前側に重心があります。グリップするとこの辺かな。ほぼ中央ですが、やや低重心ですね。私は細軸のボールペンに低重心は相性がいいと思っています。プロッターナンバー2001ボールペンはツイスト式。軸を回転させてペン先を繰り出します。気持ちの良いノック音とノック感。ペン先を繰り出した時にしっかりとロックします。ローレットが滑り止めになって気持ちよくツイストができます。それではインクリフィルを見てみましょう。ちょっとみちみち言いますね。さあ、こちらは G2 タイプのリフィルです。セラミックボールポイント 0.5mm、 プロッターのロゴ入りです。メイドインジャパン。公式サイトによれば、こちらはオートの中性ゲルインクとのこと。それでは元に戻します。やっぱりスプリングが強いのか引っかかりますね。それでは筆記してみましょう。デザインフィルのブランド、プロッターのナンバー2001、回転繰り出し式ボールペン。色はゴールドです。価格は税込み5,500円。この真鍮ゴールドは使うほどに深みのある色合いに変化しますので、酸化皮膜による経年変化を楽しむことができるはず。しばらくは美しい黄金色を楽しみたいと思います。
ローレット加工が施された軸はめちゃくちゃ握り心地がいいですね。真鍮なので独特の匂いがします。真鍮の匂いといっても、実はこの匂い、真鍮そのものの匂いではないんです。そもそも私たちが匂いを感じるためには、物質が揮発して気体になって鼻腔に到達する必要があります。真鍮の融点は1000度近くになるため、日常使いでは揮発しないため、直接鉄の匂いを嗅ぐことはできないんです。じゃあこの匂いの正体は何なのか。それは私たちの汗や皮脂、皮脂腺から分泌される油状の物質が金属と反応して金属イオンができ、このイオンを触媒として1オクテン3オンという強い匂いの成分、いわゆる鉄の匂いの化合物を発生させるんだそうです。口の中を切ったり鼻血が出たりした時に感じる血の匂いや鉄の匂いも1オクテン3オンという匂い成分が原因だとか。さて、まずは持ち心地です。とても不思議なんですが、8.9 ミリという細軸なのに、このローレットのおかげでもう少し太く感じます。グリップがいいので、握るときに力を入れなくても済みます。そして、オートのゲルインクは、筆圧をかけなくてもスラスラ筆記ができますね。インクの発色もいいです。プロッターの公式サイトでは、触れて、掴んで、味わうボールペンというコピーが掲載されています。確かにそのコンセプト通りのボールペンだと感じますね。ただこちらのゲルインク、水性インクのようにちょっとペン先が紙と擦れてサリサリする感じがあります。一般的にはこの書き味は歓迎されるんでしょうけど、私はやっぱりねっとり系の油性インクの書き味の方が好きですね。ブラックもいいけど、この派手なゴールドの軸が目を楽しませてくれます。こちらのボールペン、クリップを上にして筆記すると、ペン先のガタつきは全くないんですが、クリップを後ろ側に回して筆記すると、ガタつきがあります。まあ筆記するときはクリップを上に向けて握りますので、全く問題はないんですけどね。こうしてペン先をつまんで指で動かすと、ガタつきがあることがわかります。面白いですよね。汎用性のあるインクリフィルを使う場合、ガタつきがあるボールペンはそこそこあるんですが、だいたいグリップを上向きにして握るとガタつかないことが多いんですよ。意図的にそのように設計していたりするんですかね。不思議です。ということで、このプロッターのボールペン、筆記時にはガタつかないので全く支障はありません。全身ローレットの軸は改めていいですね。かなり好みです。そしてストレート軸なので、グリップ位置を低くしようが高くしようが、いつでもローレットがきちんと仕事をしてくれてます。時々グリップ部分のローレット範囲が小さくて、グリップ位置が高いとローレット部位からはみ出すようなペンがあるんですよね。その意味ではコストをかけてペン全体にローレット加工を施してあるのは、デザインだけではなく機能面でも素晴らしいと思います。手触りもツイスト感も好みです。価格は税込み5500円ですから、海外の高級ボールペンと比べると安いですしね。数少ない私の細軸ボールペンのコレクションに加わりました。
私は太軸の方が好みというだけで、細軸ペンが嫌いなわけじゃないんですよ。たまに使って筆記体験の変化を楽しむのも好きなんです。普段は大きな車に乗っていて、たまに軽自動車を運転するとめちゃ楽しいっていう感覚に近いかもしれません。いや、ちょっと違うか。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。これからも私の気持ちを上げてくれるボールペンを主観たっぷりに紹介していきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。コメントをいただけると動画作成の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。